オンライン交流会は、選手との交流を通して児童が夢や目標を持つきっかけにしてほしいと、ファジアーノ岡山と岡山市教育委員会が開催しました。ファジアーノの選手3人と岡山市の三島小学校の6年生およそ40人が参加し、選手たちは夢を叶える方法や挫折した時の乗り越え方など自身の経験を振り返りながら児童の質問に答えました。夢の中を勝っても負けてもそれを通して自分がさらに夢のレベルに行けることが一番大事だと思うので、挫折はあるかもしれないですけど、それは成功へのステップだと思って、ありがたく受け入れてください。チームワークを生かしていけばより良い発表などもできるので、そこで生かしていきたいと思います。獣医師になりたいっていう思いがあって、ファジアーノの選手にコツコツと続けることが大事って言われて、とても頑張れそうです。最後には児童が選手に感謝の気持ちを込めたエールを送りました。